マイナビオールスターゲーム2024全波611前世第1戦23日エスコンフィールド日本ハム勢9人が歴代のユニフォームや期間限定ユニフォーム着用でプレーしたこれは新庄監督の発案だった23年5月に限定使用した新庄監督プロデュースの赤黒モデルを着た山崎は発案は監督です みんなそれぞれ指定があって、4月のエスコンフィールド1周年記念限定モデルを着た万波は考えることがすごい。見に来てくれている人も盛り上がってくれていたと話した。